明けましておめでとうございます。お雑煮を作りたいと思います。上手じゃない？だって手で丸めてるんだよ、これを。これは機械でしょ。あ、これ機械？初めてやる網で。もちもち。はい、はるみん食堂始まりました。イエーイ。今日はですね、2023年一発目ということで、改めまして明けましておめでとうございます。今日はそんなね、おめでたい回ということで、お雑煮を作りたいと思います。実は初めて作るんですけど、実家に作り方を聞いて今日は再現してみたいと思います。じゃあまず材料から。じゃん、いりこと、じゃん、昆布で出汁を取っていきたいと思います。あとですね、昨日の夜仕込んだんですけど、この椎茸の戻し汁も使います。椎茸もそのまま使います。あとはネギ、そしてこちらの山菜ミックス、そして油揚げ、あとは月こんにゃく、月出しこんにゃく、あとはこちらの海苔ですね。いつも実家のお雑煮は上に岩海苔がドサッと乗ってるんですけど、今日は代替で乾燥海苔ですね。これは黒海苔。あとはこちらの丸餅。実家のお餅は丸かったので、ちょっとそのまま丸餅を使ってみたいと思います。じゃあ、見たことないですか？何が珍しい？山菜とか？でも山菜は確かに山形ならではかなって思いますね。結構お料理に使われるんですけど、東京で売ってないの。山菜ミックスって売ってなくて、玄米とかわらびの単品しか売ってない。そうそう、単品しか売ってなくて、でも大体山形のスーパーはこっち山菜ミックスが売ってあることが多いので、なんか珍しいのかもって思ったんですけど、ね、地域によっては四角いお餅。お餅は買ってましたね。なんかおばあちゃん家に行くと、友達がついたお餅とかをお裾分けしてくれる時もあったんですけど、でも大体いつもこういうなんか丸餅をストーブの上で焼いてるイメージ。私逆に小さい時丸いの食べたことなかったです。丸餅ってどうしてるの？切ってないの？手で丸めてるんじゃない？あ、丸めてんのか、うん、でもそう思ったらさ、上手じゃない？だって手で丸めてるんだよ、これを。これは機械でしょ。あ、これ機械？びっくりした。はい、じゃあ早速作っていきたいと思いますけども、うんうん、はい、はい、なんだろう、2023年は。でもちょっとこうプライベートとかで自分のこう知恵とか知識とかつけていけるような、なんかこう学ぶ時間みたいなものをなんか大事にしていきたいなってこう思いました。はい、今まではやっぱそうやって学んだりするっていうよりかは、目の前のお仕事を向き合うので精一杯みたいな感じだったんですけど、もう少しこう先のことをなんかもっと自分が成長できるような知識とか知恵とかをなんか身につけていけるような年にできたらなって思います。28になるので、なんかいつの間にか大人になって。でも30過ぎてからだったかもしれない。30過ぎてから、うん、はるみちゃん、出汁取り始めた方がいいかなと思うんですけど。本当だ、出汁から取んないと。出汁から取れよって言われて。そうそうそう、だいたい昆布これぐらい入れます。で、水は 1.5 リットルで、家族でね、お雑煮食べる方も多いと思うので、ちょっと今日は多めに、これぐらい、たっぷり、私こういう味が好きだから、はい、たっぷり入れて、
火にかけていきます。これだけです。はい、油揚げはなんか割と細めに、あとは2023年はもう少しこう遠くに行けたりするかな、旅とか。ねえねえ、行きたい。本当にお仕事三昧って感じだったから、この2年ぐらい。そうね、それはそれですごく必要で楽しかったんですけど、学びや出会いの年にしたい。なんか勉強してみたいこととかあるの？すごく漠然と思っているのは、あのマナーだったりとか、あの生け花とかお習字とか興味はあったけど、ちゃんと触れたことがやっぱ一度もないので、なんかそういうことをこの年になってなんかいいんじゃないかなと思っています。はい、ああハルミン食堂的にはね、どうしよっかな、なんか何しようか。あ、行きたい。そうだから外に出ないと、ハルミン食堂な、ねえねえ、そういうの楽しそう。釣りとか畑とか行ったりして。じゃーん、めっちゃ美味しそうじゃない、この戻し汁。結構そう、結構大きくて、これも入れちゃう感じで、もう美味しいんですよね、干し椎茸って。結構椎茸が吸ってますね、でも。うん。そしたら、弱火にちょっと煮ます。昆布は取り出すか。煮干しの味がしっかりしていますね。よいしょ。どう？じゃーん。すごく綺麗な出汁が取れました。したらここに戻して。椎茸の戻し汁も入れちゃいます。でそしたら具入れちゃうか。なんか、うん、あ、そう、違ったんです。なんかね、あの打ち合わせで、いや、こんな感じだったと思いますみたいな、こう鶏肉と人参とみたいな、なんか全然一個も入ってないじゃんみたいな、でたらめでしたね。お雑煮好きでしたか昔？お雑煮好きでしたね。出てくるとやっぱ嬉しいですよね、お雑煮って。なんかやっぱお餅が好き、大好きなので、きなこ餅とか醤油納豆餅とか食べたことありますか？それは焼いた餅に絡ませる？焼いた餅、それは蒸したじゃないけど、焼かないパターンのやつ。チンして。あ、チンして。だからチンパターンだと思う、多分。うん、そうそう、チンパターン。お正月の過ごし方はどんな感じだったんですか？お正月の過ごし方は、実家に今帰って、で家族とゆっくりして、おばあちゃん家にも行ってっていうのが、まあ毎年のルーティーンなんですけど、去年は行ってみたかった旅館にみんなで泊まったりとかして、そう、おばあちゃんとゆっくり過ごせる時っていうのもなかなかないから、ちょっとみんなでお泊まりとかするみたいになって、そう、旅館に泊まりました。そう、どうだろう、美味しいかな。うん、いい感じ。今も入れますね。はい、今も入れますよ。酒大さじ2。そしたらみりん。ちょっと私濃いめが好きだから、お醤油ちょっと多めに入れようかなって。とりあえず2入れてみる。
あ、そう、これはこれあのアムリターラさんからいただいて、で今使ってるんですけど、すっごい美味しいの。時をかける醤油いいんじゃないですか。2023年こちらのお醤油で時をかけていきたいと思います。大さじ4ですね。はい、火を止めてネギ入れます。で蓋しとこう。で餅を焼こう。今日はですね、こちらの網で焼いていきたいと思うんですけれども、網の足を忘れてしまいまして、今日はこういう手動で焼いていきたいと思います。網で焼く前に最初ちょっと魚焼き器で軽く熱を通したいと思います。2023年か、1年ってあっという間に終わりますよね。2022年も気づいたら終わってるし、どんな年でした？私たちは喋んない。え、なんで？どんな年でした？怒涛の怒涛の怒涛の働き三昧。自然活動荒れてる。自然活動荒れてって自然活荒れました。それぞれの2022年があったということですね。このね、 YouTube でもね、この YouTube 始まってどれぐらいだ、1年、ちょうど1年経ってないぐらい。結構撮影してる気がするんだけど、だってキャンプも行ったでしょ。キャンプ雨だったね。雨だったよね。キャンプ雨だったよねっていう。あ、来た、来てる来てる。割と柔らかくなってる。初めてやる網で。もちもち。いつも実家はストーブ。本気ストーブですね。お、見て。お餅や。これいいかな。あげましょう。あ、いい感じじゃん。お餅網で焼くのも悪くないね。いいね。でお餅を乗せましょう。で岩のり、黒のり。はい、できました。じゃーん。おいしそう。開けましておめでとうございます。キャンチおめでとうございます。完成しました。イエーイ。実家のお雑煮再現、ちょっと送ってみようかな。確かに。どうでしょうか。いただきます。早いです。既読。あ、もう既読。いつも早いな。うん、美味しい。実家の味、うん、する。うん。こんな感じって送ったら、そうできました。いいですね。山の幸と海の幸。今日は。明けましておめでとうございますということで、紅白の上下で揃えてみました。どうでしょうか。すごくシンプルなんですけど、なんか赤ってやっぱり華やかで、こうすごくスタートに適した色だなと思い、この赤が入るように、白のボトムで揃えてみました。どうでしょうか。はい、ということで今日は、新年ということで佐藤家のお雑煮をご紹介いたしました。はい、そうですね、2023年、ここから始まりますが、皆さんが、1年
たくさん笑って幸せであふれるように、このハルミン食堂からも、元気をたくさん届けていきたいと思いますので、今年も1年どうぞよろしくお願いいたします。じゃあまた会いましょう。バイバーイ。